はいはい、どうも、ベニンです。キングダムハーツ2実況プレイ続きやっていきます。6日目になって、ロクサスがハイネたちに、なんか認識されなかったというか、こう無視されたような形になったんですよね。で、終わってたんですが、追いかけていきましょうか。ほら、見ろ。嫌な命令されちまった。お前が戻らないなら消せとさ。俺たち親友だろ。そうだけど、ダスクにされたくねえし。てか、お前思い出したのか。あ、うん。そっか。でもあれな、一応確認な。そうだな。俺たちのボスの名前は？そりゃないぜ。こいつらダスクっていうんですかね。お前の方にはいけんのか。スライドターンがね、うまいこと使えたら楽ゲーやと思うんですけど。よし。おお、シュガーがあるんか。2つ上がるんや。それ便利やね。便利か。嬉しい。前作は1個しかステータス上がらんかったんで。で、もう1回アクセル叩かんか。ロクサス、屋敷へ来い。時は満ちた。ハイネ、ヴィンツ、オレット。完全に時が止まっている。じゃあ屋敷行きますか。これじゃあ、じゃあこう空き地やし。俺の知ってるロクサスはもういない。ああ、わかったよ。おお、普通に転換するようになった。ちょっとレベル上げるかさ。戦っとこうや。せっかくやもん。ロクサス使えるのは多分このぐらいじゃない？あんまりこう、アルティマニアを読まないようにはしてるんですけど、極力初見プレイを貫きたいというか、初見プレイで楽しみたいので、極力アルティマニアは読まないようにしてるんですが、どうしてもね、読みたくなるんですよ。ん？なんか変な形しとんな。ファイナルファンタジーに出てくる敵みたいな。まあ実際アルティマニア、なんかクリア後に呼んでくださいっていうページがすごい頭の方にあるんですよね。言って、なんか一匹形が違う。こいつはダスクって言ったのかな。アクセルが言ったんですけど、一匹倒したのか。よし、行きますか。基本戦える敵は全部戦っていくつもりです。まあエンカウントも最後の方めんどくさくなったら無視はするんですけど、痛い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 。そりゃ。よ。よし。対応を失敗したな。
ガードじゃないな。敷くべきやな。深刻だ。呼んだなら開けてくれよ。屋敷ロビーか。ん？足だけ？足だけに見える。あ、そうじゃないんか。なんか調べられそうなところとかも。城のオブジェが崩れている。お、平行移動できる。あ、FPS 視点でなれるんや。びっくりした、びっくりした、びっくりした。びっくりした。ポーションかな？お、ハイポーションや。ペガサース。進むか。というか BGM ないし。ショコ。銅像は床の方をじっと見つめている。あ、下向いとるってことか。二つの円にマークが書かれている。手がかりがあれば、手がかりがあれば続きを書けそうだ。なんか錬成人みたいな。アガレン的に言うと錬成人みたいな。別のとこ回ってきなさいやっちゅうことかな。ポーションと。よし。ポーション1個ゲット。びっくりした。ちょっとエンカウントビビるな。いって。若干ファイナルアタックされんかったか。ここは、ナミネの部屋か？決めたのか。なぜキーブレードが俺を選んだのか、それを知りたいんだ。機関に歯向かうのかよ。13機関って悪い組織なんだよな。善悪は分からない。不完全な人たちの集まり、完全を求めている。そのためにあるものを強く求めている。何を？キングダムハーツ。
おかしい？いや、俺、一番聞きたいことから逃げてると思って。俺が知りたいのは、俺がこれからどうなるのかってこと。他はどうでもいいんだ。君は…ナミネ？お前が何を知っても運命が変わるわけではない。たとえそうでも俺は知りたい。俺には知る権利がある。ノーバディに権利などない。そもそもノーバディは存在すら許されないもの。ノーバディってなんだよ。ディズ、時間がない。ノーバディが多すぎる。ロクサス、私たちノーバディは人の半分。あなたは消えるんじゃない、元に戻るの。俺が消える？これ以上の勝手は許さん。違う、消えるんじゃなくて、あなた、待てよ。ロクサス、また会えるよ。その時はいっぱいお話ししよう。私には君がわからないかもしれない、君には私がわからないかもしれない。でもきっと、約束だよ。待てってな、ナミネ。ナミネのスケッチ、ナミネが残していったスケッチ、何かが描かれているようです。屋敷の地図、地形を表示するのはナビマップですと。ロクサスメモは屋敷を探してみましょうか。バックヤード、まあ、ハイポーションは、あ、パーセンテージになったんや。HP の 40% 回復しますと。なんか、前作30回復とか、50回復とか、なんかそんなのやったんですよね。アイテムもなんか、分けれるんですね、その、種類別に。回復アイテムとか、大切なものとか、防具とか。多分いろいろ。いや、そりゃ、せい、あるんでしょうね。せい、おりゃ。ノーバディ。人の半分、人の片割れってことかな。あと1回ぐらいやりましょう。できた。こいつ強いんだな。よし、防御力アップ EX チャンス。HP 半分以下の時に敵を倒すと経験値が2倍になると。ライブラー消しても1足りんのか。リフレクトガードとライブラ消してやっとか。でも HP 半分の時にじゃないといかんから、悩みどころ。パンチドランカーになるってことかな。あれ、ここ、ディズたちがおったところじゃない？
ハイポーションか。パイプで完全に塞がれている。じゃあこっちか。お前がキーブレードを知るか。うまくいくのか。ナミネが空の記憶の鎖をつなぎ直すまでこの仮想の街を守りきれば。ロクサスはどうなるんだ。こいつは空の力の半分を持っている。最後には返してもらうさ。それまでは奴らを欺くために別の人格になってもらうというわけだ。哀れだな。たかがノーバディだ。何かから逃がすためにロクサスを別の人格に変えてたっていうことなんですよね。調べた。よくわからないんですよ、違う。あ、これか。なんか光が出てきてシュワーンってなったやつは進むか。こいつらを全滅させろかな。あんまりダメージ食らわんようにするんで、さっきの EX チャンスはあんまり出るまくないかな。潜ってくるやつか。よし、まず一撃弾けばこいつもそんなに強くはない。 OK。やっぱりすごいぜ、ロクサス。アクセル、今度こそ本当に思い出したか。そりゃ嬉しいな。でももう遅いぜ。
ボス戦やんか。で、何もん。どっから2本目出したんやん。来いよ、俺が消してやる。燃え尽きろ。おお、いけなくなったし。やばいやばいやばい。おーすげえ連撃とか出るんやん。クリア。すげえ、そんななるんやん。多分最強状態すげえ上がった。三角かけよるけどさ、反応できんねんけど。OK、基本ね、連打しようったらなんとかね。よし、反発連打しようったらなんとかなった。 OK、 HP がアップ。こんな感じになるんや。バトルシステムもだいぶ一新されましたね。ちょっと楽しかった。便利ボタンやね、三角は。組織を敵に回したら生き残れないぞ。誰も悲しまないさ。俺は悲しいな。アクセル、生まれ変わったら会おうぜ。はあ、待ってる。バカだな。お前が生まれ変わるんだろうな。これかな？これかな？他になんか調べられそうなものは？こっちにでも進めそうやんね。調べてみっか。繋がっているようだが、闇の力があまりにも強すぎて入れない。おう。なんか卵みたいなのがいっぱいあるけど。宝箱にあった。宝箱あったね。開けたいんだ。グーフィン。アイポーション。しばらく使われていないようだ。以前使われていたとか。中でドナルドが眠っている。ルーフィーが眠っている。今でも使えそうだ。電源だけは入っている。誰が何のために作ったのだろうか。キーブレードに選ばれし者よ、よく来た。誰に言ってるんだ。俺か、ソラか。もちろん空の半分に。お前は闇の住人。私にとって必要なのは光の世界を飛び回り13機関を倒す人間なのだ。あんたは何者だ。私は世界のしもべ。私がしもべならお前は道具のようなものかと思ってな。それは冗談のつもりなのか。つまらないんだよ。悪いな。
これはデータで作った私の分身だ。あんたが憎くてたまらない。その憎しみ、空に分けてやれ。あいつは少々人が良すぎる。嫌だ。俺の心は俺のものだ。か、これでタイトル。なるほどね。お、なんか夏休みの終わりか。時期的にはまあそうですけど、9月の頭ですからね。お、王様。ソラ、誰か呼んだ？ソラ、ソラ、起きてよ。なんか、顎のラインがシュッとしたような、そんな気がしますけど。世界は平和になって、カイリと会って、そう、どこかへ行ってしまったリクを探しに旅に出たんだ。それあわ、地味に記録は一言しか書いていないな。ナミネにお礼を言う。ナミネって誰だい？まあ、とにかく外に出てみよう。おー、パーティーメンバーが変更になりました。おー、7レベか。7レベまでロクサスを上げたから、みんな7レベになったのか。サンダー・ケアル、どういうことやろ。この上、左、下って何？このアビリティを自由に使います。 MP とバランスよく使います。あんまり使いません。あ、そういうことか。まあ横向きでしょ。
まあ、横向きでしょう。アイテムアップはぜひともつけといていただきたいね。EXP チャンスどうやろうね。結局すぐ回復しますけどね、僕。あんまり向いてないかもしれませんね。おー、地味にレモンもだいぶ一新しましたね。次の目的は外をいろいろ探検してみようと。よし。せっかく空にチェンジしましたが、時間がちょっといいところなので、この辺で一回終わりにしたいと思います。やっとこそロクサスから空になった。ざっとあのロクサス編の話を聞く限りでは1年間寝てたんでしょうね。1年間寝とったら時間軸というか流行りのもんとか全然違うだろうな。まあいいわ。今回はこの辺で終わりにしたいと思います。よかったら続きを見てください。ペンギンでした。